トニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしに聞いてほしいと思い番組を始めました。なおこちらは FM ギノワンの収録放送となっております。ツイキャス、YouTube、アーカイブ、リアルタイムではスマホアプリリスンラジオ、車やご家庭のラジオ媒体にてお楽しみいただけます。公式インスタが箱庭アンダーバー527にてメッセージ、曲などのリクエストを大募集中です。 FM ギノワンのメールアドレス 797fmginowan.com に件名箱庭と添えてメッセージをお願いいたします。お好きな場所でお好きなドリンクとフードを楽しみながら約25分間お付き合いください。はい、じゃあトニーとまなみさん2人でやっていきたいと思います。お願いします。はーい。あ、なんかツイキャスめちゃくちゃ来てる。コメントがお、すごい。お、待って、たかぼうさん、あ、たかぼうさんハロー。これはパパや沖縄 T シャツ屋さん、はい、旧姓さちだもちゃんと読まれたことない一心中の私参上、はい、これあれですよね、私この名字の人会ったことあるんですけど、さしださん、あ、さしだで会ってます、さしださんか、どうだろう。で、やんばる、やばい目が読めない。やんばる一帯を治めるキングこと村長も参上。で、トニーさん、まなみちゃん、みなさんこんばんは。この夜中、この赤って言ってなかったっけ、あ、好きなシューズとドリンクですか、ドリンクはいいんだけど、へへって。どういうこと、そう、夜中、25時に放送してるんです。はい、金曜日の、そう、何ですよね、日付が変わって、そうそうそう、25時に放送してます。はい、なので、まあ、FM ギノワンの番組で言えば、12時から、金曜日の12時から王光さんという方が番組をやってるんですけど、ミッドナイト王光って、王光さんの番組を聞いた後30分ちょっと間を、あー、なるほど、皆さんトニーさんの番組まで起きてていただけたら起きててください。ですけど、はい、その時間に食べ物は危険が危ないって、なるほど、カープボーイさんから、なるほど、見せてるんですね。そうなんです。でもいいんですよ、もう一週間頑張ったご褒美に食べてってください。ね、佐喜眞さんのところの英語が映ったので。ああ、多分生放送してた。ああ、なるほど。そっか。ね、この放送は収録してるんですけど。そっか。うん。なるほど。待って、その時間に食べ物は危険。二度目まして。夜中のラジオのお供にヒージャージルは自分食べれないんですけど、うん、刺身はめっちゃ美味しい。その違いは何ですかね。なんかわかんないけど、なんか多分ヨモギがダメなんですよ。フーチバが多分自分ダメで、多分それがダメなのかわかんないけど、うん、刺身は美味しかったです。そう。で、石ころさんメッセージ多すぎ。でも楽しくなるね。爆笑。ヒージャーの、ヒージャーの刺身は美味しい。匂いが出ないから、多分出ない、そう、苦いが出ないからだと思います。そう。で、今週はね、はい、夏あるある行ってみたい。そう、あるある。さっきね、話をちょっと盛り上げてしまって。はい、夏っぽいやつ、ね、なんかあるかなと思って。夏といえば、夏といえば、もう多分梅雨明けてると思ったので。なるほど、この放送が流れてる頃には、あ、そう、夏をなんか、うん、夏といえば、何ですか？はい。どうでしょうか。まなみんさんは何ですか？私、夏といえば、なんか今パッて出てきたのはちょっと食べ物で申し訳ないんですけど、かき氷。あー、でも王道ですよね。うん、はい、夏の、あ、そう、私は夏といえば、線香花火か、肝試し。うん、そうなんです。怖いの大丈夫派ですか？怖いって言いながら進んでいく。
でも可愛いって言いながら多分一番最初に行って、行く派です。そう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 。そう。あ、そっか。夏といえば、ボイラーをつけなくてもお湯が出てくる。水道から。夏は甲子園。あ、甲子園、確かに。甲子園、確かに。で、夏あるある。雨が降った後の、うわーってなる、なんとも言えない。わかる。わかります。でもなんか雨、確かになんか雨降った後、うわーってなりますもんね。うん、確かに、ああ、でもあれは、うん、嫌かもしれない。そうそう。そう。で、結構その、店内と外の温度差って結構すごいなって思います。うん、そう、なんか、ああ、蒸し暑いと思ってスーパーの中入ったらめっちゃ寒いみたいな。あ、ね、クーラーめっちゃ、効いてるみたいな感じですよね。そうそうそう、スーパーとかスーパー時になんか感じます、うん、あ、そうそうそう、怖いって言いながらブンブンいっブンブン通してそうなトニーさん、そうなんです、怖いって言いながら何を殴って受ける、そう、あ、那覇祭りの花火もある、うん、あでも那覇祭り行ったことないかもしれない。そうだな。手だこ祭りと羽衣祭りは行ったことあるけど、そうそう。でも自分お祭りの中で一番全島エーサー祭りが好きで、うん、そうそうそう。あれってお盆が終わった翌週の土日にやるので、うん、お仕事の休みが取りやすいんですよ。そう。あ、なるほど。そういう方法があるんです。そうそうそう。なので、その時に、やっぱビアガーデンに行って、うん、そこに出てるアーティストのめっちゃ楽しむみたいな。そうそうそう。私、全島エーサーは、実は、記憶の中では、FM 小座の、うん、FM 小座があっちで出張放送、その時に初めて行った。なんていうんですか、お客として楽しみに行ったじゃないですか。なるほど。どうですか、楽しみですか。めっちゃ楽しいです。なんか、沖縄市ってエーサーの街だから、なんかこのエーサーの青年会のあれがめっちゃすごくって、うん、そう。で、チャタンだったら結構、この、なんだっけ。あ、江口と、あとジャーガルが有名なんですけど、うん、沖縄市だと、あと、ソンダとか、中野町、うん、久保田とか、うん、そう、ここら辺が、そう、うん、すごいから、その人たちが一気にバッてやるっていう。うん、そうそうそう。集うから。そうそうそう。最後の勝ち足がな、いいなって思います。そうそうそう。で、どっか旅行してるときに、待って、嫁。先行花火。あ、へぇー。売ってて、うっかり買ってしまったこともある。うっかりなんだ。え、1本3000円で5本入り。すごい。すごい綺麗だけど、もう買わない。確かに高い。だって1本600円ってことですよね。うん、高い。高い。石ころさん。夏あるある。車の外と中の温度差で、通気口から白い煙が出てくる。そうなんだ。ね、でもさっき、トミーさんが言ってたみたいに、うん、お店の中と外とかも、うんうん、ですけど、うんうん、で、この車もそうじゃないですか。うんうん、車めっちゃガンガンに冷やして。めっちゃわかる。あ、バスとかもそれこそ。あ、でも、バス、あ、でもバスは、あ、でも寒い時はめっちゃ寒いかもしれないです。なんか人が多分多かったらそんなに感じないけど、やっぱこの貸し切りみたいな感じの時は、あ、寒いなって思います。そうそうそう。人の多さによってもね、そう。左右されますね。そうなんです。やつあるある。あ、で、やっぱ海水浴とかですかね。海水浴。海水浴。沖縄の人あんま入らないですもんね。ね、なんか ビーチパーティー。そう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 、そう、ビーチパーティーも。沖縄あるあるにも。つながる。めっちゃわかる。わかるわかる。で、パパヤさんから。沖縄、あ、お母さんの車。車、クーラーが壊れてる。からすぐ直しに持ってった死活問題。確かにクーラー壊れたら、ね、あ、最悪、大変ですよ。しかも夏場にクーラー壊れるってもうめっちゃ最悪、ね、そう、考えただけで
恐ろしい、わかる。やりたくない。そうそうそう。海は泳ぐとこじゃない。ビーチパーティーするところ。そう。正解正解。ピンポン。ピンポン。カブボーイさん。あんまりビーチで泳がないようで沖縄の人、学生は特に高校生の時よく、うん、漁港で入れたような気がする。あ、わかる。なんか飛び込みとかやってました。あ、やってました。やってました。中学校の時に、茶炭の海でやってました。そうそう。すごい。しかも、そうそうそう。海岸もあるし、でも、中学校は、アメリカンビレッジのところに飛び込み台があって、入ったらダメなんだけど飛び込み台があって、そうそう。飛び込んでましたよく。そう。で、警察が来た瞬間に、うん、飛び込めばバレないから、飛び込むみたいな。結構やんちゃ。やんちゃなことやってました。すごい。そうなんです。はい、よし。じゃあ、曲、行きましょうかね、はい。曲どうしましょう？あ、曲はですね、はい、夏なので、夏祭り流してもらいたいと思ってます。了解です。言うの忘れてた、はい、夏祭りをお届けします。やったー。はーい、ありがとうございます。来月から宜野湾市民になるので。あ、そうそう。おー、中部地区の大事に関わること。増えるかも。おー、そうなんだ。昨日はもね、羽衣祭りも今年はいつだったかな、9月28、29だったかな。おー、しくて。そうなんだ。私も地元浦添なので手だこ祭りはよく行ってたんですけど、羽祭りシーポートまでも行ってました。あー、確かに。友達となんかよく行くの、手だこ祭りかシーポートだったんですけど、なぜか羽衣祭りは、一回しか行ったことなくて、友達と。そうなんだ。家族で行った記憶もない。そうなの。すごい。今仕事で、こうね、関わるようになったんですけど。確かに。あ、ここら辺で。ここら辺で、じゃあ行けますね。はい。お届けした曲は、ホワイトベリーさんの夏祭りでした。夏っぽくて。ね、これ聞くとなんか本当に、あ、夏が来るんだ。そう。っていう感じしますよね。うん、そうそう。コメント来てるので読んでいきます。めっちゃ来てる。はい、カブボーイさん、ちなみに、海苔は焼き鳥？あ、焼き海苔は味付け海苔。なるほど。お、質問来ましたよ。質問？どうですか？味付け海苔か。あ、そういうことか。味付け海苔派だと思います。ああ、美味しいですよね。美味しいですよね。味付け海苔派かもな。そう、味付け海苔派です、うん。そうそうそう。で、沖縄市三原に、南部から、あ、三里か。三里に引っ越して、今沖縄市にいますけど、晴れた日には、太陽のどんどんと、練習、あ、太鼓のどんどんか。練習が聞こえて楽しい。あ、わかる。あ、リスパイクーさんは。じゃあ、南部にいた時とは、ちょっと違う。あ、そっかそっか。確かに確かに。そうなんでしょ。でも、このコロナが始まった時に全然その回ってきてくれなくなって、お盆の時に。で、一回そのエーサーの曲の音がなんか聞こえて、あーと思って外に出たら、この軽トラで音楽流して回ってるだけだったみたいな。じゃあ地方じゃなかった。そう。なんか普通に青年会回ってきたと思ったのに違かったみたいな。残念。そう。でもなんかそれでも、あ、なんか夏来たなって思ったので、うん、よかったなって思います。確かに、沖縄の夏で行ったらね、そうやってなんか、道中ね、とか。そう。そうなんです。懐かしい。なんか私も長らくあんまり地元で見なくなりましたけど、ちっちゃい時とかよく見に行ってましたもんね。あ、でも浦添あれですもんね。内間青年会が多分有名。あ、うん、ですよね。はい、ねえねえ。
なんか多分知り合いが地方やってて、そうそうそう。そうなんですね。そう。そう。うちま青年会もめっちゃいいので、見てみてください。それくらいやっぱり好きってことですか？多分餌好きです。そう。で、石ころさんから、夏あるある、着替えがいくらあっても足りない。なんなら車にパンツも入ってる。わかる。でも、ね、でもわかる。ああ、めっちゃわかる。なんか今私、赤ちゃんみたいに、パンツもあるって。ああ、でもわかるかもしれない。確かに暑い。汗だくになりますよね。そう、めっちゃわかる。で、高坊さん、コロナの3年は、接触回避でしたからね。3密。そう、懐かしい。懐かしい。もうこれで懐かしいって出てくるくらい落ち着いたってことですよね。そうですよね。嬉しいな。でも最近なんか増えてますよね、また。あ、そうそうそう。なんか沖縄トップらしいです。あ、ああ、そうか。この、なんていうんですか。ああ、なるほど、うん。そうなんだ。いや、でも、気をつけてください。へえ、めっちゃ、夏か、はい、懐かしい。どうですか？なんか今年の夏やりたいこととか。今年の夏やりたいことですか、うん、でも、その、あれ、なんともう、この放送をやってる頃には終わってるんですけど、うん、バーベキューやります。おー。そう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 。ですね。バーベキュー。バーベキューやって、でも、夏に絶対線香花火やりたいなって思ってて。そうそうそう。花火いいですよね。花火。な祭りとかで見る花火もいいけど。そう、そう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 。自分たちでやる、あの花火。めっちゃいい。夏っぽいみたいな。お、目指さん、トニーさん、ミキさんのまなみんさん、リスナーの皆さん、こんばんは、しゃい。ラジオ収録、生放送、お疲れ様でーす。ありがとうございます。で、パパや沖縄 T シャツ屋さん、高級線香花火やってみて。あの、3000円のやつですか？1本600円でしたね。あー、なんかもう、ずっとガン見してそう、ね。なんか落ちるの大変だから。あれでなんかちょっとくしゃみとかした時にはもう、わかる。残念すぎますね。あ、あ600円が。600円が一瞬で落ちるみたいな。でも多分3000円だったらもう普通のそのスーパーとかドンキとかで売ってるようなやつ、うん、お腹いっぱいになれるぐらい花火できそうですよね。ねえ。そうそう。3000円もかけたら。3000もかけたら。ああ。そう。あ、でも、ね、なんか、めっちゃ一回だけなんかやってみたいなって思うのは、うん、海に行って、うん、あの、バーベキューしながら、うん、あの、なんだろう、お酒が入った、狂月とか、お酒の入った水鉄砲で友達と打ち合いこしたい。なんか、面白そうじゃないですか。飲めるみたいな。そう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 。お酒そんなに強いわけじゃないけど、お酒好きなのかなと思ったけど、そういうわけじゃないけど、なんか、大人のなんか遊びとしてやってみたいみたいな。すごい、初めて聞いたけど、すごい、なんかめっちゃ大人の遊びって感じですね。でも、多分、でも、私のその、うん、頭の中では、あの、野球選手とかが、うん、あの、ね、優勝した時にやってるような感覚で、夏にやってみたいなっていう、そうそう。なんかあの人たちもなんかたまに、なんかやりません？なんかこういうちょっと、なんていうの？そう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 。で、そう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 。そうなんです。で、メサシさんからコメントが、トニーさん、今、定規でモンブラン買っても、買ってますが、何時くらいまでいますか？え、2時半くらいまでは多分います。大丈夫ですか？いいんですか？間に合うかな？で、パパや、T シャツ屋さん、大人の遊びっていうか、大人気の遊び。まだ30代いてないから、30、そう、まだ許してほしい。まだ大丈夫。確かになんかこれを30までにちょっとやっといた方がいい。みたいな。はぁ。でもそれで言ったらちょっと私、あの、一つおすすめしたいのがあって、うん、今このバーベキューで話聞いて思い出したのが、スイカ好きですか？あ、スイカ割り。そうそう、スイカ割り。スイカ割りを、海の中でやって、え？
やったら楽しいですよ。え、そう。そう、私なんかちっちゃい時からよく、うんうん、結構あの、家族で、こう海行った時に、父の実家が海が近いので、そこ行った時に、そのスイカを持ってって、海に浮かべて、へぇー。あれですよね。ちゃんと、なんか、浮かべて。そうですよ。そうそう。で、面白そう。スイカそのまま終わるじゃないですか。割ったら、その塩水だから、ああ。塩味がつくんですよ。そういうことか。へぇー。面白いですよね。へぇー。なんか、その私たちが行ってたところは、もう、本当に普通のただの海だったので、ビーチとかじゃなくて。だから、スイカをそのまま海の中で食べて、その、スイカの皮はそのまま海に流す。へぇー。あ、でもすごい。面白い。そう。すごい、高保さんが、いつになっても大丈夫ですよ。多分、水鉄砲のフォロー入れてくれてる。これだけちょっと、叶えられたら教えてほしい。まず、仲間を集めたいと思います。やりたい人って。で、なんだっけ、あ、あれか、スイカ割り。割れたら、なくなるやん。そう、私も一瞬思いました。あ、いや、でも、ね、結構大丈夫ですよ。へぇー。ちょっとぜひ皆さんやっていただきたい。あ、はい、よかった。皆さん今向かっているということで。よかった。ありがとうございます。そう、残り4分。はい、あっという間。早いですね。なんか2本撮りをしてたんですけど、早いですね。あっという間だ。早い早い。だいぶ慣れてきましたか、ちなみに。ちょいちょい慣れてきます。でも多分最初に比べると、やっぱその言葉に詰まらなくなったというか、言いたいことがさ、ボンボン出てくるようになった気がします。よかった。でもコメントもこうたくさん来て。確かに確かに。来てるので、よかった。そう。で、来週の週が多分7月になるのか。7月になりますね。7月の多分1週目。ですよね。そう。に、ゲストをね、呼びたいと思っております。はい。どんなゲストさんかっていうのは、今言います。それとも内緒にしときます。あ、全然言っても大丈夫。この、今流れてる音楽を作ってくれてる、作家さん。アーティストさん。です。はい、あ、でも、多分こっちに、あ、県外に住んでるので、まあ、ビデオ通話っていうか、テレビ通話というか、ズームで参加してくれることになったので、そうそうそう。皆さんぜひ。そうそうそう。カーブボーイさんが、じゃあ、まなみちゃん、今からビール取りに行く。そう、なんか最近リスナープレゼント当たったらしくて。あー。リスナープレゼントでビール出してるとこが、番組が。へぇー。なるほど。これからの夏に本当にぴったりな。すごーい。ビール。いいですね。なるほど。で、高本さんが、スイカ冷やして食べる方がいいよ。まあ、人それぞれですね。あ、でも、あ、塩かける派ですか？あ、私、一応塩あったらかける派。なくても一応全然いける。あー。うん、塩派ですか？塩かけないです。そう。あ、なるほど。そうそうそう。あ、冷やしそうめん、いい。流しそうめん、やったことあります？流しそうめん、機械のやつ。あ、なんか、別、リアルな。リアルやったことある。なんか、めっちゃ、この、なんだろう、流れてる瞬間とかは楽しいけど、終わった後のその、なんだろう、始末処理みたいは、結構残酷。ああ、残酷。そうそうそう。お、高本さんは塩なしでお願いします。スイカ。結構皆さん塩なし派。塩なし派。うん、でも結構あれですよね。夏で簡単なおやつといえば、このフルーツポンチ、なんか缶に入ってるこのフルーツポンチ、そうそう、に、なんか今多分流行ってるのかわかんないけど、メントスコーラ。パン、あ、の、あの、そう、そうそうそう。だから、周りに、その、フルーツポンチの、この、缶で敷き詰めたボールを入れて、なんか、普通にミシャサイダーを流すんじゃなくって、そこにメントス入れて、爆発させて、入るみたいな。そうそうそう。そんなのも、そんなのやってるんだ。そうなんです。お、そうそう。で、大好きな氷をくり抜いて、それにそうめんを入れて冷やし、そうめんやるやつ、あれやりたい。
器、めっちゃわかる、美味しいやつだ。いいですね、涼しげ。そうで、あれシロップ甘すぎたから氷で溶かします。うん、なるほど。なんかこういう話してると夏が楽しみですね。ですね。暑いの苦手なんです。めっちゃわかる。さあ、あっという間に なってきました。ということで、今週もお付き合いありがとうございました。来週もお楽しみにお待ちしております。なんだっけ、最後の締め方忘れちゃった。タニーとミキサーのマナミンさん2人でお送りしました。ありがとうございます。